はい、マスオ TV です。はい、皆さん今日はですね、タイトルにある通り、視聴者さんに会った時にいつも言われる一言が非常に複雑な気持ちになる件についてお話ししていきたいと思います。いやね、最近視聴者さんにね、会う機会増えました。うん、イベントだったりとか、あとね、街にこう出かけたら大抵ね、一回はね、みたいなね、感じでね、声かけられることがね、あります。いや、本当にね、これに関してはありがたい。まあ、その場でね、迷惑をかける環境になかったりとか、僕がね、時間ない時じゃなければ、いや、ありがとうございます、ありがとうございますってね、もう選挙かっていうぐらいにね、こうありがとうございますってね、挨拶してるんですが、まあね、そのね、視聴者さん、もう本当にいい方ばっかりで、すごくね、いいことを言ってくれるんですよ。その中で僕に気を使って言ってくれてるんですけど、逆にそれがね、僕をね、こう複雑な気持ちにさせてる一言がありまして、いや、それがね、何だと思います？想像つきます？まあ、皆さんもね、言いそう。うん、大体多分みんな言うから、っていうか、もう何年もこれ言われ続けてるから。その一言がですね、マスオ、動画で見るより実際会った方がいい感じだね。実際の方がいいですね。いや、動画だとなんか微妙っすけど、実際の方がいいっすね。これね、もうね、会う人ほぼ全員言うので、最初の頃ね、その最初の頃イベントとかで声かけられた時に、最初の頃これ言われた時は嬉しかったんだよね。あ、動画だとうまく伝わってないけど、こう実際に褒められると嬉しいなと思って嬉しかったんだけど、もうね、何年もね、これ言われ続けると、あれ、これもしかして動画撮るとかそういうの下手くそなだけなんじゃないかとかね。まあ、気を使って言ってくれてると思うんですけど、それでもこうね、そういう風にちょっと思い出しまして、いや、なんかちゃんとね、伝えられないかなと思ってね、いろいろ試行錯誤はしてるんですけど、いやー、難しいんですよね。うん、他の YouTuber もそうですけど、動画と実際全然違うから、むしろね、逆じゃなくてよかったかもしれないですけどね。大抵ね、その会った人たちが、マスオの動画のイメージだと、なんかね、ガキっぽい顔、うん、子供っぽい顔だと思った。実際に会うと、思ってたよりちゃんと大人ですねみたいなね、一言ね、言われたりします。で、あと思ってたより背高い、これはね、ありがたい。動画だとなんかね、160センチぐらいに見られるんだよね。うん、なんで実際に会うと意外と背高いんすねみたいなね、そんなこと言われたりとか、まあ、これはありがたい。でね、最後ね、極めつけがですね、動画だとマスオさん、すっごい疲れて見えますよね、なんかもっと休んでください、疲れてますよねって言われる。うん、ね、今の動画見て皆さんも思ったんじゃないですか、マスオ疲れてるぞと、クマがとかよく言われるんですよ。今日もクマやばいね、マスオって。そんなやばくない、実際はそんなやばくないんだけど、クマやばいねって言われるんだよね。こんなところですかね、とかいろいろ言われてね、僕もね、動画編集ソフトをちょっといじったりとか、こうカメラをいじったりとか、あとさ、こう1万円ぐらいで買ったね、このライト、うん、これ安いんだよ意外と、1万円ぐらいのやつ、ライトとかさ、こういうの使ってみてさ、こうどうやったらクマが飛ぶのかなと、クマが見えないようになるのかなってね、研究はしてるんですけど、非常に難しい限りでございます。はい、というね、もうね、何年も言われ続けて、またさっき言われたから、コンビニ行ってる最中に、これ動画にしちゃおうと思って、今日動画にしちゃいました。いやー、どうですか？まあ、迷惑にならないところであればね、あと時間が僕ね、ない時はできないんですけど、ある時であれば、どうもーっていう感じでね、こんな感じなんで、ぜひね、気軽に声かけていただけたらなと思います。ついてこないでね、でもね。ついてこられるとね、いろいろ大変だから。はい、ということでですね、皆さん、はい、今日も本当にありがとうございました。はい、今日は複雑な件についてお話しさせていただきました。また動画上げていきたいと思いまーす。ということで、以上、マスオ TV でした。バイバーイ。チャンネル登録、高評価、よかったらお願いします。他の動画もぜひチェックしてってね。